そうだ。一つ目の化け物に落とされて。俺、死んで。あ？いや、生きてる。なんで、すげえ高さだったのに。ヒーハー！お前かよ。脅かすんじゃねえよ、クソガキ。それが命を救った相手に対する態度？はあ？お前が？バカ言ってんじゃねえよ。まあ別にいいけどね。お前なんてどうでもいいし。はあ、ガキに見下される覚えはね。目で見てんだよ。だから言ってるでしょ。お前なんてどうでもいいんだよ。化け物。助け。ママ。って。動かない方がいいよ。死ななかったとはいえ。あちこち怪我してるんだから。助けて、ママ。そうだ、スマホでママに電話を。なんで電話できねえんだよ。なんで。ママに連絡できねえんだよ。どうして現実世界に帰りたいの？ここには俺の居場所なんてねえ。ここは俺の世界じゃねえんだ。タクマたちは俺が気に入らねえんだ。何かって言うと俺を邪魔者扱いして、あいつら化け物従えて俺を排除しようとしてんだよ。お前にはそう見えてるんだ。だから俺は帰りてんだ。元の世界に、うちに帰りてんだよ。大丈夫だ。今にママから連絡が来て俺を助けてくれるんだ。ねえ、いつまで妄想の中で生きるの？母親から連絡なんて来ないことは自分が一番分かっているはずだよ。そうだ。ずっと病気で、俺もっとママに会いたかったのに、医者が会っちゃダメって。いっぱい我慢して。俺が寂しがると亮は強い子だから大丈夫って。それがママの最後の言葉で。ああ、そうか。ママは死んでたんだった。そりゃ連絡なんか来ねえよな。Yeah!
来たんだね君。でもちょっと遅かったね。リョウ、現実世界に帰りたい？どうでもいい。もう何もかもどうでも。見つかって本当によかったわ。うむ、ならば早くここから離れよう。霧が出始めているぞ。でもさ、なんか雰囲気変じゃね？リョウ君とハル、ギスギスしてるような。喧嘩でもしてるのか？リョウ、元気ない？みんな、まずいよ。霧がもう濃くなりすぎてる。確かにやばいな。リョウ、ハル、そこは危ない。早くこっちに来るんだ。ねえ、あれ何？気のせいか。影から触手のようなものが伸びて。待って、寮の方に行ってない？おい、やばい、これマジでやばいやつじゃねえの？タクマ、行っちゃダメだ。アグモン、どうにかならないのかよ。どうにもならないよ。あれはそういうものなんだ。そんな。おい、リョウ、何やってんだ。早く逃げろ。リョウ、逃げて。リョウ君、どうして逃げないの？え、リョウ、何か言ってる。ママが死んでたことも忘れて、来るはずもない連絡を待って。ああ、俺なんかがいられる世界なんて、どこにも。クネモン！今だ、みんな、リョウを助けるんだ。手のかかる先輩だな。ちぇ、しょうがねえな。あ、待ちたまえ君たち。よし、捕まえたぞ。おとなしくしてろ、リョウ。リョウ、大丈夫か？しっかりしろ。ちぇ。何か言ったかい？言ってんだよお前ら。寄ってたがってタックルかましてんじゃねえ。リョウ、無事なんだな？正気に戻ったんだな？俺はずっと正気だよ、クソが。ただちょっと諦めてただけだっつーの。大丈夫だよ、俺はもう大丈夫だ。おい、みんな！リョウ君は無事なの？よかった、切り晴れた。あ、てめえ、さっき俺にぶつかってきただろ。
の野郎。まあ助かったからいいけどな。ありがとうよ。キー、リョウ、今クネモンにお礼言ったのか。なんだよ、礼くらい言うよ。命を助けてもらったんだからよ。あれ、俺らにはお礼言わないんすか。ねえねえ、リョウ先輩。うるせえ、調子乗んな。